海外で暮らしていると無性に日本食が懐かしくなって食べたくなる時があります。今日はセントラルフェスティバルの、上にある日本食レストランにやってまいりました。ここはですね、禅という名前ですね。日本食レストラン禅、ビュッフェですね。ビュッフェすなわち食べ放題、今日は食うでみたいな勢いでやってまいりましたが、一体どんなメニューなんでしょうか。思いっきり日本って書いてありますね。日本産食材サポート店認定証が貼ってあります。これ店内の卓上ポップなんですけれども、ここでスキャンをしてメニューを見ると、スキャンするとこんな感じでメニューが出てきます。お、トップ10、サラダとかいろいろ載ってますね。刺身の盛り合わせ、いやーいいですね。お弁当もあります。これ一品一品アラカルトで値段ついてますけれども、僕は今回ビュッフェで頼みましたので、そう、こういったメニューがほとんど食べれちゃうんですよ。なかなかクオリティ高いですね。たこ焼きに餃子、イカリングに唐揚げ、お好み焼きスルメ、これはムール貝かな、サーモン、あ、えのきベーコンありますね。えのきにエリンギ、豆腐の照り焼き、卵焼き、いやもうほんまに何でもあります。お刺身ですね、綺麗ですね。ちゃんと盛り合わせになっております。そう、こっちの人サーモン好きなんですよね。やたらサーモンを見かけますが、ホッキ貝、マグロ、タコ、ホタテ、キズシですね、これカニカマ、いやもう本当に何でもあります。あー久々に寿司食いたいな。握り寿司もちゃんとご用意してありますね。この寿司丼うまそう、これは値打ちありますね。思えば久しく海鮮丼も食べてないな。あかん、全部食べたなる。サラダもなんか創作料理みたいなサラダで美味しそうです。お、これは巻き寿司ですね。巻き寿司もあるんか、なんか和風創作料理みたいな感じですごい美味しそう。めちゃめちゃ種類ありますね。巻き寿司だけでもバリエーションいっぱいあります。いやこれ片っ端から全部頼んだらありすぎて、量がありすぎて絶対食べられないんで。お、手巻き寿司あるやん。揚げ物もすごい、天ぷら、とんかつ、うわ何でもある。肉料理もありますよ、焼肉も焼き魚も、うわこれはうまそう。ステーキもあるし、これなんか定食ですね、焼き魚定食。いやこれ正直毎日来ても全然飽きないラインナップです。うわこのステーキ丼も食いたい、ひつまぶしもある、カレーライスに麻婆丼、天丼、親子丼、うわ鍋も煮物もありますよ。久々に鍋食いたいな。お、お蕎麦、ざる蕎麦もある。これなんか日本食全部揃ってますね。焼き蕎麦にそれからお弁当でしょう。めっちゃうまそう。サイドディッシュ、味噌汁かな。あ、お子様定食もありますね。やらかると見てるだけでやばいぐらいメニュー数ありますけれども、これビュッフェのメニューです。こっから好きなだけいくらでも食べることができるんですけれども、こちら1199バーツの最高級ビュッフェですね。このコースはもうほとんど選ぶことができちゃいます。いやー食べ放題ですからね。で次に799バーツ、ちょっとねお安いんですけれども、メニュー数が限られてまして、でもこれでも十分ですよね。刺身や寿司の種類とかねちょっと限られちゃったりしてますけれども、刺身、寿司、天ぷら、サラダ、そば、ざるそば、ご飯も丼ももう何だってあります。いやこちらのコースでもう十分ですよね。799バーツは日本円にして3000円ぐらいで、こちら599バーツ、寿司、刺身、天ぷら、とんかつ、十分です。おお、こちら天ぷらの盛り合わせ、それから焼き魚もありますね。ちょっとね寿司のラインナップは少ないかななんて思うんですけれども、マグロもありますし、雰囲気は十分味わえます。照り焼きうまそうやな。鶏南蛮 with 照り焼きソース、こちらのコースでもね鍋が充実してまして、すき焼きも食べることできますし、丼メニューも充実してますね。これサラダです。このアペタイザーって書いてあるのとか、それからサイドディッシュまで合わせたらもうかなりのお料理食べれちゃいますね。じ
ゃあ今回はお試しということで599バーツの一番安いメニューから選んでみたいと思います。まあ、こうやってね、QR コードスキャンしたらスマホで選べるようになってますので、さあやってまいりました。早速天ぷら、あ、そうそう、ここお茶も飲めるんですよね。お茶とかね、それから味噌汁、これがねやっぱりもう海外住んでたらむちゃくちゃうまい、心洗われますね。ざるそば、もうこのそばつゆとこのわさびとネギか、これがね僕むちゃくちゃ大好きなんですよ。ざるそばもねこれ結構いけてますね。このわさびをたっぷり溶いためんつゆにつけまして、あかん、めちゃめちゃうまい。これつゆまで全部飲んでしまうパターンですね。あっという間に平らげました。下にこうやって氷引いてあってね、オーダーはこんな感じで QR コードくれるんで、それをスキャンして、スマホで選ぶんですけれども、天ぷら来ました、枝豆来ました、この天つゆにね大根おろしと生姜、これをちょちょちょっと溶きまして、この天ぷらをちょんちょんと、これエビ天ですね。なんか衣がねかなり硬い、サクッと揚がってますね。いや、この天つゆにちょっと油の浮いた感じがたまらないですね。さあ次々料理がやってきます。もう早速ねかなりお腹いっぱいになってきてますけれども、これ豚肉ですね。豚ともやしの、あ、これなんかつゆがむちゃくちゃうまそう。やっぱり日本食はだしとかつゆとかね、味付けがやっぱり最高ですね。この熱々を頬張るこの感じ、いや、パタヤでも豚肉は美味しいんですけども、やっぱりこの日本食の味付けは最高ですね。あ、これラーメンかな。お肉とそれからお豆腐と、そして椎茸、これがまたうまいんだ。出ました、カリフォルニアロール、まあお寿司ですね。そしてこれ天ぷらの盛り合わせ、もうエビとねキノコとシソの葉っぱと、さすがにねこれはかなりボリュームありましてお腹いっぱいになりましたけれども、どっさりキノコの天ぷらですね。なんかこれはねあんまり食べるとちょっとお腹しんどいかなみたいな感じもしましたけれども、やっぱ食べ放題はね食べれる量決まってるんで、まあ、よく吟味して何でもかんでもバクバクいくんじゃなくて、ちょっとずつ味わいながらいただくのが良さそうです。でも食べたい、たこ焼き、たこ焼きはちょっと味違いますね。で、これがキクラゲかな、こういうのがまたうまい。ちょっと天ぷらばっかり食べてますけれども、かぼちゃなんかむちゃくちゃうまいっすよ。もうホクホク、いやー大満足ですね。まあお腹もいっぱいになってきてるんですけれども、せっかくのビュッフェ食べ放題なんでまだ行きましょう。これね本当にキリがないぐらいメニューがあります。まあ、もちろん上を目指すのであれば一番高価なね1199バーツ、4400円ぐらいかな、それ選べばいいんでしょうけれども、まあ599バーツ、2000円ちょっとで、いやほんまにこれ腹いっぱいになりますね。丼いけるかなっていう感じなんですけれども、まあでもいろんなメニューに心奪われます。やっぱり寿司は行っときたいですからね。海鮮丼も捨てがたいな。まあね、食べられへんかったらあかんのですけれども、頼んじゃいましょう。来ました、またまた来ました、お寿司の盛り合わせ。木寿司はねむちゃくちゃうまいんですよ。まあ日本で食べる本格的な寿司と比べたらなんかねやっぱりおこちゃまな感じもしますけれども、たまに食べるこの醤油にわさび、そして寿司ちょこんとこれ乗せましたね。この醤油をつけて食べるこの感覚がむちゃくちゃ懐かしいですね。まあまるで日本に帰ったような気にさせてくれるこの日本食レストラン禅なんですけれども、こうやって寿司カウンターもありましてね、なかなか高級感があります。セントラルフェスティバルの中でね、むちゃくちゃ涼しくて綺麗な清潔感あるところで楽しめますので、いやー何度も言うようですけれども、このお寿司をね醤油とわさび溶いてちょんとつけて生姜乗せて食べるこの喜び、いや日本人であることの幸せを思い出させてくれますよね。焼き魚にレモンですよ、すだちかな、たっぷりかけまして、そしてこの大根おろしをねこの上にちょこんと乗せます。
ほんで極めつけ、醤油ですよ。醤油かけて焼き魚を食べるこの贅沢、もうやばいですね。日本に暮らしてたら何気なく日常で食べることのできるこの味がもうむちゃくちゃ贅沢、最高に幸せ、カツとじですよ。もうほんまにさすがにお腹いっぱいなってきてるんですけれども、美味しすぎて、そして懐かしすぎて、ついつい食べてしまいますね。この出汁の味がね、この匂いもね、最高なんですよ。いやー、ほんと懐かしい、そして贅沢、何もかもがほんまにうまいです。たまにはやっぱりこういう食事食べたいですもんね。まあずっと日本に住んでたら当たり前となってしまってる日本食なんですけれども、これパタヤに住んでてこんなね本格的な日本食食べさせてくれるんだったら、一応1時間45分の制限はあるみたいなんですけれども、全然 OK そうです。ゆっくりしてデザートまで頼んでしまいました。アイスクリーム、うわ懐かしい、これかき氷ですね。かき氷に、これあんこが乗ってます。いやもう本当に堪能させていただきました。なぜか氷食べてから出てきた刺身、これはねちょっとタイミングも外してまして、カニカマとかあるんですけれども、やっぱり寿司とか刺身は上のコース頼んだ方がええんかななんて思っちゃいました。まあでもね、そんなこと言うたら飽きません。この異国の地パタヤでこれだけ本格的に日本食を食べさせてくださるレストランがあるなんて、まあ本当にね、パタヤの方は日本食が大好きで、このフロアの中にもたくさん他にも日本食のレストランあるんですけれども、ここ全食べ放題なんでね、超満腹、超豊かさマインド浸ることができちゃいます。パタヤの中心地セントラルパタヤのセントラルフェスティバルの、エスカレーターで上の方上がってきたら飲食店街ありますので、まあ他にもね、弥生軒とか八番ラーメンとかいっぱいね、いろいろ日本の料理店ありますけれども、そうそう、しゃぶしもありますしね。でもこちらのね、全一遍は行っときたいですね。